田本博子は熊本県出身の元ソフトボール選手で現在は中学校教諭。2000年シドニーオリンピックソフトボール銀メダリスト。明徳商業高校、現京都明徳高等学校卒業。漫才コンビの今行くよ。来るよは同高校ソフトボール部の大先輩にあたる。京都市立昌栄小学校、京都市立洛南中学校、明徳商業高校を経て、 日立製作所に入社。日立ソフトウェアソフトボール部で選手として、また2005年からはコーチとして活動する。2008年度をもって、現役引退した。京都市教育委員会の2011年度、教員採用試験を受験、合格する。2011年4月、京都市立下行中学校に新規採用教諭として赴任、不任2013年4月、 京都市立佐賀中学校に移動。身長150センチメートル程度と小柄ながら、シドニーオリンピックでは、主に9番センターで起用された。現役を退いてからの北京オリンピックでは、コーチングスタッフとして代表チームに加わった。AB 京都スポーツアラカルト、2013年7月31日、閲覧、日立ソフトウェア女子ソフトボール部ホームページ。 2013年7月31日、閲覧。ありがとうございます。